なんていいんでしょ、ね、ストッキングだからね。実はね、そのキリストの言葉でもね、ミルク&アーニングってあるでしょ。あれもね、その、ミルクの原料、蜂蜜の原料をあげようって、どんどん。だからね、こんなんとかこんなんとかちゃうからな。ミルクの原料とか蜂蜜の原料ってなんだって。で、何を言いたいかって言ったら、薬草のこと言いたいね。えって、野菜でしょ、どっちか言ったら。薬草、野菜とか、ハーブやねん、実は草食動物の主食って。で、蜂蜜の原料っていうのは花粉でしょ。まあ、それもアロマとかと通じる世界だよね。つまり、まあ、大抵は、皆さんがよう知ってるアロマは花が原料。もちろん葉っぱの部分が原料のもいっぱいあるよ。ね、そっちが多いんですね、花が原料。まあでも、まあ端的に言ったら、子供にも分かりやすく言ったら、アロマは花から。で、薬草は葉っぱの部分ですよって分かりやすいわな。で、そういったものが実は野菜の原料で、野菜はハーブを改良したんだけど、薬草を改良したんだけど、でも、まあ改良しすぎてハーブみたいにきつくはなくなってると。まあ、薄くなって巨大化したんですよ。大味になってるんですよ、実はって。で、そういうのがぴったりだな。だから、草食動物は、野菜っていう、その改良されたものは食べませんよ。食べるけど、そうやねん。草食動物にとって野菜は。ハーブ、原種の方が有利やん、草食動物は。ハーブの状態の方がいい。で、草食動物にとって、のハーブ。ハーブって概念、人間概念だけ。薬草って人間にとって薬草かどうか。他の生き物にとってはどこかもしれない。猫にとっての薬草。人間にとっての薬草を考えたら、人間にとっての薬草でも猫にとっては致命的に死を与えるものが多いでしょ、肉食動物にとっては。でも肉食動物は肉を食うからめっちゃ薬草を食べる。ね、本当だ。草食動物は薬草かどうかなんて気がつかないみたいに、全然感じに見えてね、食べるときもそもそも。むしゃむしゃ食べるから。肉食動物みたいに食べ物を本当にきっちり弁別してないよね。で、まあそれはいいとして、なんでこんな観察できるかって、まあ実際もあるけどね、そういう。いろんな生き物を見てきたその王子のね、家系ですね。で、だから、一族ね、いろんな職業がいますよ、確かに。ね。で、本家だけはこういう、まあ、何やってるのか分からない状態に、どうしてもな、それも神職みたいになってしまうよ。神官みたいになってしまうよ、その本家はね。だから仕方ない話が君は、そのから文系ガツガツ稼いでるんだってな、こっちにしろな。あなた方に、むしろそういうシステムになって、本当は。本当に。で、したらいいね。で、だからその、ハーブティー喫茶のイメージやね、実はね。そのミルク&アーニングさ、ミルクの原料、蜂蜜の原料、いくらでもあげよう。うん。実はハーブの原価って安いのに。コーヒーとか紅茶と紅茶に比べて。まあ、コーヒーとか紅茶、まあ、茶椿もね、その、広い意味ではコーヒーのハーブですよ。広い意味ではハーブだし、しかも、そういうふうに使っ、そういうふうな、用語にした場合は、世界を代表する二つのハーブやね。コーヒーと、茶椿はね。まあ、どっちかというと茶椿はハーブ。コーヒーはスパイス系やね。じゃあ、よく考えて、世界で一番使われてるスパイスはコーヒー。世界で一番使われてるハーブは茶椿やから。この二つは、スパイスやハーブからもう除外されてんの。張り出しっていうか、横じゃないから。どうやったらいいの？もう、スパイスにもハーブにも分類されてへんねん。コーヒーで、茶、お茶、まあ、お茶の種類いろいろ飲んでるんですけど、独立横綱、なんて言って、なんちゅう要するに大横綱の自分の場所、自分の口座ちゃうなんて、自分の部屋も出るでしょね。だから、大砲部屋みたいな。なんてわからんかな。鷹の花部屋みたいな。なったかな。な今ある部屋かって、もともとは大横綱の名前なんだね。で、まあ、いいとかそうないし、ここ、そこ熱くからでも、知らないし、そんなに詳しいわけでもないし、しかも、撮ったわけ、ちょっと小学校の時とかしかな、遊びでしかやったら、撮ってるわけ、だおかしいよ、なんか相撲してたら違う。知らんけど、こんな格好っても関係ないかな。なんか、そこを挑まれたら嫌やからな、あんまり今のところ、こういうの使うとね。ね。